皆さんこんにちは。今日なんですけども、はい、あのですね、我が家にいいもの届きました。いいもの、はい、何ですか？僕の友達が、知り合いが送ってくれました。なんで言い直したの？距離感感じてない。友達ではない。いや、友達、友達であり知り合いみたいな。じゃーん。ババババババンバン。何でしょう？マンゴー。おー、正解。一発で当てましたね。なんで知ってるんですか？冷蔵庫に入ってた。あの沖縄に住んでる知り合いがですね、なんとマンゴーを送ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。その知り合いの、友達がマンゴー農家をやっていて、で収穫の時期なんだって。でどうぞどうぞって、よかったらっつって。いい人や。ありがとうございます。ありがとうございます。でそのマンゴーなんですけども、ここにあります。はい、ダダダン。でかい。これわかる、超でかいんだけど。ほら、2つ持ってみ。ほら、マンゴーおばさん。誰がマンゴー？悪口なんか、よう分からん。マンゴーお姉さん。マンゴー妖怪。いや、自分で言うなよ。お前をマンゴーにしてやろうか。怖っ。こいつら元人間だったんだ。うわ、うわ、食いづら。私に逆らったからマンゴーにしてやったぜ。これでかくね。すごいな。窓まぎの。確かに確かに。窓まぎのやつじゃん、これ。こんなでかかったっけ。確かに、これずっと放置したら濁るもんだ。でかっ。重っ。すごい、これがもう。お前やめなさい、何やってんだよ。共有だったらこんな感じかな。このチャンスに、このチャンスに。ちょっとでも、ちょっとでも。いやいやいや、巨乳になりたがんな、マンゴーで。やめろ。別にここで持ってるだけですけど。今日はこちらのマンゴーをちょっと食べていきたいなと思います。嬉しい。めったに食べないもんね、自分でマンゴー買うなんて。全く変わんない。ねえ、うん、ゴールデンキウイ止まりやで。ゴールデンキウイ止まり。あれでもビクビクしながら買ってんのに。食べます。食べます。おーおー、でけえ。すげえな、これなんかゲームとかで登場する木の実じゃん。いや、なんかでかすぎて。木の実。さあ、マンゴーの切り方は、こう種があるんで、こう真ん中をこう間開ける感じで切るんですよ。こうやって。お、あ、結構いい感じに。わあ、すごい果汁が流れる。うわあ、綺麗。綺麗。使ったのはこそぐような感じでこう切ると。おお、でかっ。うわ、すごい匂いが、めっちゃ甘い匂いするねえ。ふう、南国じゃ。それでこれをこうくるくるっと皮を剥いて。おお、綺麗だろう。すごいね。なんで知ってんの、マンゴーサバイバー。なんでだろう、前世の記憶かな。マジか。でこれをだからさいの目状に切るよね。おお、これでこうでしょう。うわうわうわ、これ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 、うーうー、見て、すごーい。え、分厚っ。すげえ、ブワーカー。おお、すごい。すげえ。さあ、切りました。すごい、超でけえ。めっめっちゃうまそう。すごい、こんなバーツ初めて見た。すごいよこれ。すごい、山だよ山。もう山、うん、やこれ山言い過ぎたか。え、どこ言い過ぎたな。ちょっとこれ山みたいだなって。ちょっと山にしたら低かったね。ちょっと言い過ぎたな。じゃあいただきまーす。うわー、最高やな。やばいなこれ、夏。うわいただきます。うまっ。おいしい。完熟だ。これはいいやつですわ。うまっ。幸せ。ジューシーすぎて、うん、ジュース飲んでるみたい、マジで。一口噛んだら、うん、ね、すごくない。マンゴーってさ、私大人になるまで知らんかったんよ、この食べ物。え、なんか
東国原さんが宮崎マンゴーを流行らしたやつが あの時に知ったのよ。うんうん。それまで一切触れてこなかったのマンゴーに。なんかさ、あの旅行とか行ったらさ、朝ごはんのバイキングであるけどさ、それ黄色いなんか薄っぺらいマンゴー、うん、あれあんま好きじゃなかったんで、これ出会ったの大人になってから。うん、これはね、うん、うまんごっすね。あーしょうもない。どうしたどうした。そんなんさ、アイドルに会ったおばちゃんみたいな。びっくりした、しょうもなすぎて。さらっとうまんごですわ。いけると思った。いやいや、よく言ってんじゃん俺。いつうまんご、そんなマンゴー食べんやん。1個でこのボリュームはすごいな。すごいな。この幸せがあと3回も訪れるのか。嬉しいな。来たの。眠たい。マンゴー食べたかったの。マンゴーは？マンゴーはまだちょっと早いね。ちょっと早いんだ。ちょっと早いらしいよ。調べたらちょっと早かった。2歳ぐらいまたあげる。あとは半年待って。半年後にまたもらおうな、この人に。旬じゃないんじゃない。というわけで、せーの、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。